2014年の福岡ソフトバンクホークスでは、2014年の福岡ソフトバンクホークスの動向についてまとめる。この年の福岡ソフトバンクホークスは、秋山康二監督の6年目のシーズンである。前年、2008年以来5シーズンぶり、秋山監督就任後初となる B クラスに終わったこともあり、ウルフ、スタンリッジ、サファテ、 リオハルラ日本球界で実績のある外国人選手に加え、FA で中田健一、鶴岡信也を獲得。さらに、ニューヨークヤンキースとのマイナー契約がメディカルチェック後に破断となった岡島秀樹を獲得するなど、積極的な補強を行った。この年のパシフィックリーグは、開幕からソフトバンクとホークス OB の森脇康二監督。 引きるオリックスがホークスから移籍したペーニャラの活躍もあり、開幕からマッチレースを繰り広げ、前半戦はオリックスが首位に立つことも多かったが、オールスター後の7月26日にホークスが首位を奪い返し、8月には一時首位、独走しながらも後半失速し、8月終了時点で2位、オリックスと1.5ゲーム差となる。9月17日、ホークスが勝てば、 マジック点灯となる、京セラドームでのオリックスとの直接対決に敗れると、そこから10試合で1勝9敗と絶不調となり、9月25日に、敗れた時点で2位のオリックスにマジック7が点灯する。その後オリックスも3連敗を起死し9月27日には、オリックスのマジックも消滅するなどきっ抗したまま、ホークスが残り1試合、77勝60敗6分、勝率。 562、オリックスが残り3試合、78勝61敗2分、勝率、561という状況で、10月2日、福岡や福岡、ドームでの直接対決にもつれ込む。ホークスが勝てば優勝、引き分けもしくはオリックス勝利なら、オリックスにマジックが再点灯する試合で、ホークスが、 オリックス先発ディクソンから2回裏に細川の疑比で先制するもその後オリックスの系投策により3回以降9回まで柳田勇希の位1安打のみに抑えられ追加点を奪えず逆に7回をもって、この回答から先発大隣健治に代わり2番手として登板した新人森祐斗が西二塁から同点的自我を打たれ同点に追いつかれその後は 両者無得点のまま1対1で延長に、突入、10回表、2人組となる、サファテガ西二塁から死球などで満塁の危機を招くも、ペーニャを天井直撃の勇者飛に抑え、無失点。その裏ホークスは、オリックス6番手マイストリの経営を含む3死球で、一死満塁の後期を迎え、代わって登板した、勝義から松田信弘が、 左中間を破れアンダーを放ちサヨナラ勝ち、3年ぶり18度目のリーグ優勝をホークスの優勝マジックを一度も転倒させることなく決めた。リーグ戦最終戦でサヨナラ勝ちにより優勝を決めたのは日本プロ野球史上初。クライマックスシリーズでは2位オリックスを破り3位からファーストステージを勝ち上がった日本ハム相手に先に大手をかけながらも並ばれ。 最終第6戦までも連れ込んだものの、最終戦を勝利し、日本シリーズ進出、セントラルリーグ2位から巨人とのクライマックスシリーズを、勝ち上がってきた阪神との日本シリーズでは、甲子園での初戦を落としたもののその後4連勝し、3年ぶり6度目の日本一に輝いた。シーズン終了後、優勝と日本一を置き見上げに、秋山監督は優待した。本節では、 前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。